イバおはようございます。おお、僕どうも。どうも、現代忍者タグです。ニンニンということでね、こんなところに呼び出して、うん、今日は一体、ね、何をしますか。なんでこの福岡の地にね来ていただいたか分かる？分かんないです。分かんない、はい。実はね、福岡にワーサルのね、はい、スタジオがあってね、福岡のね講師たちがね、チェアリーダーとか、はいはい、チェアリーディングとか、そういうのを教えたり、はい、飛んだり跳ねたり、はい、教えたりしてるわけよ、はい。そこ行っていただやるなんて、宣伝してるみたいな感じにならない？いや、なんかそれあれですか、坂口拓所属事務所ワーサルコンの宣伝か何かですか？そんなの一番寒いでしょ。一番寒いでしょ。だからそういうのじゃなくて、俺がね、はい、飛んだり跳ねたりしてる姿ってあんまり見たことないんじゃないかなと。通常のアクション俳優がするような飛んだり跳ねたり、そう、あんまそっち系をしないあのアクション俳優だったかな。バク転とかバク宙とか、ね、はい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 。だけど知らないと思うけど、俺本職は忍者だから。ああ、現代忍者。そうそう、だから今日は、はい、体操系的な技ね。え、できるんですか？そもそも、うん、僕ですら そもそもそういうことできないと思ってましたよ。飛んだり跳ねたりは昔ジャックにいた時やってたんだよ。だけど、はいはいはい、うん、もう、はい、そうだな、24年間やってないね、はい、その状態でいきなり動いて大丈夫ですか？そして寝起き、はい、そして二日酔い、かなり飲みましたからね。バッドコンディション、うん、それをねやってみようかなと思ってます。はい、ウェーブでね。あ、それもウェーブ関係あるんですか？それでやれるかどうかやってみようと。はい、早速福岡のスタジオ、はい、行ってみよう。寒いからさ。寒いからね。ニット帽とかいいね。ニット帽欲しいよね。欲しい。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、ほら、あるじゃん。これ買うじゃん。社長、社長、社長、これ買って。いいか、これダメだって。坂口拓ニット帽するってなかなか珍しいんじゃないですか。社長、いやいや、これ百均が。百均、これしてよ。ダメダメ、これ買ってよ。あ、人間失脚だからね。そう、これ買おう。今日ワーサルコーの声教えるから、鬼教官とかね。あ、これ面白いじゃん、鬼社長。ああ、鬼社長。ああ、社長買えばいいじゃん。ハゲ散らかしは？ああ、社長失礼だろ、うちまだハゲてるけど散らかしてないわ。うん、いい加減してよ。これでも面白いね。いいよ、欲しいのよ。買ってないですよ、自腹で。自腹で買いますよ、それは。自腹で。よし、これ買うから。え、カウさん何を選ぶんですか？あ、人間失格。あ、社長が500円恵んでくれましたよ。やるやん、そんなのせこい金。じゃあ、タクちゃん、ちょっと一回被ってみてよ。でもさ、ね、はい、これね、紙の毛も一回全部こうしまいたいんだよね。ちょっと待って、かかるまでいかずね。はい、坂口拓のですね、珍しいニット帽姿がこちらになります。多いからっていいね。人間失格、うん、失格ですね。失格してる。行こう。青い花最高だよ。着きましたね。着いたね。はい、ここどこですか？はい、ワーサル福岡校ね。バク転、体操ね。何でも今日はじゃあたくさんのそのバク転やバク宙やその身体能力の方の高さを見せてくれると、うん、そう、せっかくだし福岡校のね、はい、講師とかもね、はい、多少はさ宣伝しないと。そうだよね、うちの社長に怒られるから。そうだね、うん、そんなことしてたら人間失格になっちゃうから。もう失格だわ、うん、じゃあ行こう、行ってみよう。タクさん中広いっすね。中広いよ、何でもできちゃうから。これがあるな、うん、やっぱ儲けたんすね、ワーサル、うん、すごいすごい、こんなに広いとは思わなかった。アクションにやっぱりどうやって必要ですね。ね、うん、なんかこんなのできたんだ。いや、こんなのできたってよ。これこんなのなかったよ。こんなのキャンプセットじゃん。キャンプセット、これ泊まりに寝たりするんですよ、うん、これつけてよ、社長。つけてよ。すごいね、すごいね、これ下村雄二監督見たら喜ぶでしょうね。
ワーサルコー YouTube してんじゃん。どうせ誰も登録者なんかいねえだろこんなものってじゃあ今日はいろいろ見せてください ね、 はい、いろいろ見せるから、はい、まずね、はい、こういうね忍術どうですかねっていう、輪っかがあるでしょ、この輪っか、はい、ね、これをさ右足で蹴る、シュッとそこに行ったよね、はい、来ました。それに対して俺がそのまま追いかけてって、はい、そんでトンダーとして飛ぶと、はい、そういうことだな。あ、飛んでこの輪の中に入るんですか。はい、ってこと。爆中して、はい、ピョコンって入っちゃうわけよ。いや、それできたら僕ちょっともう人間失格なんて言いません。うん、いや言っていいよ。むしろ、はい、一発でやるから、太田一発で、うん、え、ポンってその輪っかを投げてその輪っかの中に入るんですね、ロンダートバクチューして。そうそうそう。え、そもそもそのロンダートバクチューできるのかが僕ちょっと疑問なんですけど。うん、24年ぶりにするから。本当っすか。うん、まあやってみようよ、太田。昔のバリバリのアクション見せてほしいですね、はい、ね。じゃあ太田、今からこの輪っかを足で蹴り、そのこの輪っかに見事入ってみるロンダート宙返りやろう。おー、たくさん楽しみだな、それ、はい、肩甲骨回してるね。ちょっと待ってね、今立ち位置行くんで。うっとー、おー、どうよ、太田。いや、うん、びっくりして、まず、うん、あの言葉出ないですけど。まあ、まだいけるね。できるんすね、うん、まだ動けるんだね。けどまあ今までね、うん、腰痛めちゃったから。痛めた。今日はこんな感じでこういうやつやったり、はい、トランポリンね、はい、使って、はい、いろいろ出るから、はい、なんすかそれ。何でもできたから。何でもできちゃうね、うん、やっぱり肩甲骨の柔軟さって大切なんですね、うん、これにぶら下がったりここからそういうのやってみるから、はい、もう待ってて。じゃあ次、次の技、行ってみよう。次はね、2回てってん半ひねりかな。はい、まあ、やってみようか。おお、うん、2回転半ひねり。うん、白井に教えたのは俺だって噂があるぐらいよ。今度それやってみようと思うからね。マジっすか。おお、じゃあそれ見せてください、たくさん、うん、じゃあちょっと下がって。はい、オッケーです。ここから助走だ。はい、うん、あ、ごめんごめん、たくちゃんよろしく。はい、白井スペシャル見せて、白井スペシャル。ロンダートだよ、ロンダートだよ。おー、手を上げる癖があるから。さすが白井スペシャル。あ、いや、びっくりした。もうね、うん、やっぱ久々にやると腰が痛いね。やっぱ痛い。うん、だってだいぶひねった。今のが2回転半ひねり。2回ひねりか。うん、2回ひねり、2回ひねり。やっぱ半まではいかなかったな。いや、目で追えなかったわ。うん、うん、まあそのひねってひねってなんぼだから、人生と一緒。さすが、うん、ひねりを加える人生のがいいよ。よし、じゃあさ、今日こういう技したけど、その、うん、ここからはさ、うん、うちの宣伝させて。じゃあ、そうだね、このここのスクールがどういうことやってるかね、そういうのをちょっとみんな呼んで聞いてみよう。はい、じゃあ行こう。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、うん、人間失格の帽子取ることにした。こんだけできたら人間失格じゃないか、やっぱり。そうだね、いや、うん、俺もこんなにできると思わなかったからけどね、この技をさ、はい、福岡でも学ぶことができるわけ。あ、なるほど。そのために福岡校があるわけじゃん。はい、だから福岡校の講師をね、一人ずつ紹介する。はい、紹介します。まあ、今日はね、3人しかいないんだけどね。はい、まずね、自分で自己紹介して。狩集まり哲也です。うん、じゃあ哲也くんの技見せてあげて。はい、空中で歩く。地味だな。はい、地味ですね。空中散歩。はい、空中散歩。今ね、こうやってこういう気持ちで歩いてるんじゃない？でもすごい難しいから。で、たくさんあれですよね。ここでパルクールもできるんですよね。できるできる。これ使ってね。だからサスケ出たい人もいいよな。はい、ここ来てぜひサスケっちゃっていいから。はい。じゃあ、あの自己紹介してください。野口祐介です。うん、じゃあね。彼の技ちょっと引きで見ようよ。はい、うん、どんな技か。全然いいよ、失敗なんかじゃないよね。もうワンカットですね。ワンカットだからすごく良かった。じゃあ次、自己紹介お願いします。田中
はい、田中さん、はい、お願いします。おお、田中先生もこう教えてくださるわけですよね。はい、教えます。じゃあみんな集まってください。うん、講師の皆さん集まってください、ね、この福岡校でね、このもっといるよね、社長。います。アクションマンになりたいですね。アクションマンの素晴らしい体操、はい、チアリーディングとかも教えてんだね。そうです、ね、はい、いろいろやってるんですね、はい、だからこの人間資格、はい、ね、これはここに置いとくから、はい、もう卒業です、ね、バーサル校のこれお守りにしてください、ね、福岡校の、ね、はい、じゃあここに置いとくからね、はい、じゃあ、皆さんね、福岡の、まあ、ネットであの概要欄貼ってあるから、習いたい方は福岡の方はぜひね、ワーサル校にね、いろいろな体操技、アクションも教えてるし、何でもやってるよね。アクションみたいになりたいです。うん、そしたら東京来なきゃいけないね。はい、うん、ぜひね、皆さん、来てほしいなっていうことで、これ、はい、この動画が良ければ高評価ボタンを押してください。そしてチャンネル登録。よろしく、よろしく、よろしく。あ、皆さんどうも。福岡で坂口卓のウェーブ講座、3月の21、22で前テキサスでやったんですけど、福岡で、やるんで、ぜひみんなウェーブを体験し、そして覚えれる日、九州の人や四国の人も来れるんじゃない？ギリ？はい。じゃあそれでみんな来てください。楽しみに待ってるんで、それじゃあみんなよろしく。チアリーディングチームの子たちを紹介したいので、うんうん、ちょっとこちらの方にお願いしていいですか。じゃあ行こうか。あれ誰ですか、たくさん。あれ誰ですか。ワーサル福岡校の社長ですよね。一つ技を。おー、綺麗だよ。おー、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